ボンジョルナトゥッティ、イタリアガイド、ミメです。本日はイタリア、トスカーナの宝石、世界遺産であるサンジミニャーノの町で美味しいグルメベスト3というのを皆様にご紹介したいと思います。実はですね、この動画の前に私、この美しい世界遺産サンジミニャーノの町の観光ベスト5という動画を出しておりますので、ぜひそちらも見てみてくださいね。でもやっぱり旅行といえば美食もつきものですよね。絶対ここサンジミニャーノに来たら皆さんに食べてほしいという私が選び抜いたベスト3をですね、続編として本日ご案内したいと思います。目次ですが、まずこのベスト3、私と一緒に美味しいグルメを堪能いたしましょう。そしてこの動画の最後にはサンジミニャーノのちょっとした歴史、面白い豆知識などを皆様と共有したいと思いますので、ぜひ私のこの動画最後までご覧くださいませ。私、イタリアガイドミメの動画では、このようなイタリアの生情報や便利な情報、そして美味しい情報を配信しております。まだチャンネル登録していないという方は、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。そして概要欄からは、私が運営いたしますイタリア語オンラインレッスンや、またイタリア観光 VIP オンラインサービスなどもやっておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは皆様、美味しいグルメサンジミニャーノに食べに行きましょう。サンジミニャーノに来たら絶対おすすめなのが、見てください、これイノシシくんです。ミメさん、イノシシ食べるの？もちろんここに来たら食べます。なんとですね、ここはお土産物だけではなく、このイノシシの生ハムやサラミをパニーノとして食べられるんですよ。これがすごい、全く脂のないイノシシの生ハムです。そしてこれがイノシシのサラミ、私はどっちかというと生ハムが好きなので、これをペコリーノチーズと一緒に食べたいと思います。姉さんが今生ハムをですね、スライスしてくれております。もうたくさんの生ハムがかかっていますけれども、ほら、いっぱい入れてくれた。そして今日はトリュフのペコリーノチーズも一緒に入れてもらうことにしました。その場で作ってくれるというのがやっぱいいですよね。出来上がりではなく、しかも切りたてのトリュフ、美味しそう。生ハムの上にトリュフをつけてくれました。ありがとう。Quanto è? これで皆さん 3.5 ユーロであって、安すぎ。そしてもちろんこれはベルナッチャのワインと飲みましょう。これが待ちに待ったイノシシの生ハムのパニーノ、見てください、この大きさ。これでトリュフのペコリのチーズついて、たった 3.5 ユーロ、観光地なのにサンジミニャーノ、安すぎ。これ一人で食べたら多分次のお昼とか食べれないので、皆さんちょっと半分こするとかした方がいいと思います。じゃあこのイノシシの生ハムをいただいてみたいと思います。結構ですね、豚の普通の生ハムよりも臭みは全然ないです。なんかね、意外と脂分がすごく少ないので、ちょっとブレザオラみたいな味がします。かぶりついてみたいと思います。このタルトゥーフォ、トリュフのチーズ、意外とこのイノシシの生ハムはさっぱり系ですので、この酸味のあるペコリーノチーズ最高。グルメツアーに、実はですね、ここパスティッチェリアといって、結構昔からやっているケーキ屋さんなんですが、こちらでシエナのお菓子、ここね、シエナが近いので、パンフォルテとかリッチャレッリとか
松の実やアーモンドを使ったお菓子がいっぱいあります。すごく素朴な味なんですけれども、このリッチャレッリアーモンドのペーストをすっごいたくさん使って、外はカリ中はしっとりという感じですので、今から食べてみたいと思います。これはコーヒーと一緒に飲むのがおすすめです。もちろんね、お持ち帰りのようにこのようにパンフォルテも売ってますし、チョコレートとかも売ってて美味しそうで、全部ねここ本当に奥で手作りしてるんですよね。じゃあ食べてみたいと思います。ここの実はケーキ屋さんのマルチェッラさんです。78歳、ボンジョールのマルチェッラ。コメクエストリッチャレッロ、このリッチャレッリが一番世界で美味しいんだよって言っています。Allora assaggio ricciarello. Sì. Grazie. このマルチェッラおばさんの、come si chiama? Alice ダイアナ。アリーチェさんとダイアナさん、20歳と23歳でお孫さんで手伝ってるそうです。come マルチェッラ、nonna マルチェッラ。Bella? È bella, sì, brava. Brava. È buona questo ricciarello? Sì. Sì, 食べてねって言ってます。Ciao, ciao, ciao, Japanese.このリッチャレッリ、シエナのねお菓子として有名なんですけれども、ここのやつは本当に美味しいですよ。皆さん、なんでかっていうと、もう外カリッとしてるのに中もっちもち、もう全然スーパーで買うのよりも美味しい。これと皆さん、カプチーノ、これはですね、サンジミナノに来たら絶対私が来るお店なんです。他のデザートも欲しいんですが、まずこのリッチャレッリは絶対おすすめです。サンジミナノに来たらこちらのドンドリというジェラート屋さん、ここはもうすごいたくさんの味があって、特に私のおすすめなのはシャンペルモ、このですね、グレープフルーツ、ピンクグレープフルーツとシャンパンと、このベーネレネイラといって、あのブラックベリーとラベンダー、あとはね、もう本当にいろんな味があって、それぞれの好みになると思います。お値段が3ユーロで2つの味が食べれます。それでは食べに行きましょう。もう大好込みですね。すごい、このパッションフルーツとかも美味しそう。全部食べたいですよね。見てください、これがここのワールドチャンピオンの写真です。なんと日本のテレビにも出てるので、あの世界不思議発見とかでもね見たそうですよ。ぜひここ来ることをおすすめします。ここは何せオーガニックミルクに、オーガニックフルーツに、ローカルプロダクトに、全部このスプーンとかもあのビオデグラダビリで早く自然に帰るものを使ってるよ。そしてお水もリサイクルしてるよと言っています。こちらもワールドチャンピオンに輝いたジェラートをゲットいたしました。ちょっと3ユーロということで普通よりもちょっと高めかなと思いますが、やっぱりね、いろいろこの地元のローカルの食材を利用していたりとか、素晴らしいですよね。まずは私の大好きなこちら、ブラックベリーとローズマリー味、ここでしか食べれません。このね、ブラックベリーの濃厚な甘さとこのローズマリーって、意外と鶏肉とかにも使うじゃないですか。このハーブの香りがね、意外と合う。こちらシャンペルモ、ピンクグレープフルーツとシャンパン合わせるなんて、全然ね、アルコールは入ってないんですけれども、こうアルコールの苦さ、大人の味です。絶対並びますが、意外と私も多分3分ぐらいで入れましたので、ぜひおすすめします。いかがでしたでしょうか、このグルメサンジミニャーノの街3選をお送りいたしました。最後にこのサンジミニャーノの豆知識を2つだけ皆様にこっそりお教えしたいと思います。まずこの長い名前なんですが、サンジミニャーノっていうのは聖地ミニャーノ、
成人のことなんですね。しかもここで生まれた成人ではなく、エミリアロマーニャ州のモデナの大司教聖ジミニャーノがある時、このサンジミニャーノがね、戦に負ける時にですね、なぜか夢に出てきてこの町を守ってくれたというお話から、この町の名前サンジミニャーノと、ちょっと日本人の方には言いにくい名前になっています。またよく私の後ろにあるね、この塔なんで作られたんですかっていう質問がございます。実はですね、これ作られた1000年ほど前は、戦で敵が来た時にすぐに逃げられるようにと、緊急避難用の塔として作られたそうなんです。ところがだんだん安泰な時期に入ってきて、その塔が高ければ高いほどお金持ちの権威を表す塔になったそうなんです。なので皆さん、高く作りすぎて塔が壊れてしまったりですね、危険なことが起こったので、サンジミニャーノの国はもう塔の高さ、私の後ろに見えているグロッサの塔54メートルあるんですけれども、あれよりも塔を高くしちゃいけないよという法律を敷いたそうなんですね。なので今でもこのグロッサの塔、視聴者の横の塔が一番高い塔となっているそうなんですよ。その後ルネサンスの時代に入って、どんどんこの塔がもともと77個あったのが全て宮殿ですとかお家になってしまいまして、今現在では数えられるだけで14本の塔がこのサンジミニャーノにあるということで、中世の摩天の街と言われております。本当に散策してても素敵なこのサンジミニャーノの街、ぜひ皆様グルメと観光をお楽しみくださいませ。本日もこの動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画で皆様をお待ちしております。チャオチベディアム、アラプロシマ。